うわー、隠し持ってる。水面に空が映るほど。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はここの用水路の端っこのこの雑草を抜いていく、根元からしっかりちょん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 抜いて綺麗にしていく感じですね。結果土とかもこの中に入っちゃってたりもしてるから、そこも一緒に掃除していけたらなと思います。向こうその兄が整地してくれてたので、くれてるので、まあそれに伴いこっちもどんどん綺麗にしていけば完全にこっち側もこう平らになるので、まあそんな感じでやっていきましょうということで、はい、はい、それではやっていきましょう。はいはい。よし、じゃあやってきます。まあ、ここもあの草刈り機でやればバーッと綺麗にはなるんですけど、あれだと根が残ってしまうので、今回は手抜きというかこの鎌でね、しっかり根元から抜いていきます。抜ける。これ意外と手の方が抜きやすいのであるか。よもぎがいっぱい取れます。また草団子が作れますね。ああ、おお、すごいすごい、いいよいいよ。焼き鳥屋さんタレじゃないじゃん。あんこたっぷりよ。土がかなりね、用水路に落ちてしまいますが、もうすでに結構ヘドロというか土が溜まってしまっているっていうのと、まあ、今ねどっちにしろここの用水路は水が今溜まっているので迷惑はかからないのでね、ご安心ください。最後ねしっかりここも回収しますので。うわ、かなりねっとりヘドロ。ここの土はでもあれだね、結構柔らかいからか、かなりポク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 抜けてくれる。なかなか聞いたことない音だったな。いや、これ本当にポクポクって感じで抜けてる。この用水路の中に来たのねえ。ああ、またすごい。え、マジでお米？そうじゃない、稲じゃない、めっちゃ稲っぽいじゃん。確かに。
これって雑草？木？何これ？茎がえらい丈夫。アジサイじゃない。あ、アジサイこれ。こりゃこんな用水路のすぐ横にあっちゃ。あっち。ちょっと飲み物も飲みたい。水分補給タイム。小休止。小休止。よしよし、雑草はこんなもんじゃない？用水路にかぶさったね、雑草はあらかた抜き終わりました。今度は中の、まあ、泥とか土ですねを取っていきます。こっちまだ水が流れきてないね。やっぱThank you.
うん、かなり綺麗になったね。うん。ヘドロだらけだった水も今んところは透き通ってる。詰まりもなく、うん、水面に空が映るほど障害物がなくなって、ここで寝れるもん。もう今日の焼き、今日はずっと放牧をしていました。なになになに、あ、その運転気になってる。なになに、分岐を狙ってんじゃない、やっぱ。何何をしてるんだ、何をしてるの、ロゼ。うん、何にも隠し持ってない、ずっと何かを気にしてる。ほんと空もこうやって気にしたら、あ、でもなんか、うん、あ、あ、ほんとだね。ロゼだけに感じる何かがあるんだ。謎です。え、おい、何してんの。どういうわけ、食おうとしなかった今。野菜じゃある前に。どうして、すごいまさぐっとるけど。何にも隠し持ってないよ。何かよ、ガサガサって音がしたの。なんかガサガサって音がした。そこのポケットから。なんか隠し持ってる。ロゼでかした。お菓子かなんかか。バレちゃった。いとこが食うはずだった。うわ、持っていこう。俺のお菓子食われた。そういうこと？ロゼよくやった、ロゼ。よく見つけてくれた。おばあちゃんが2袋持たしてくれて、俺がまだ食ってなかったの。食ったのか。すごいな、でもロゼ。何をするの本当に、どういうこと、何をしてるんだ一体。以上、本日のヤギでした。はい。はい。というわけで、無事ね、用水路の装置が完了しました。はい。かぶさった部分の雑草を抜いただけだけど、なんだかんだランクでいっぱいいる。うん。すごい。それでは、本日の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画も、お楽しみに。お楽しみに。ちょっと、持ち帰る？自分の夜ご飯にしてもいい？そうね、スムージー。雑草スムージー。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。